授業を始める。答えろ。正解だ。やあ、なあ、おいおい、あんなでかい城、本当にあんならすぐ見つかんだろ。てか、いつあんなの立ったんだ。こっからお前とあっちの道に歩いてったよな。そういえば、よし、こっちだ。なんか気づいたこと。やっぱ別に変わったとこなかったよな。道どっかで待って、もう一回やんぞ。大丈夫、次は待ち、行くぞ。マジか。俺らが思ってるより小さい。なあ、それもやったし。けどそれっぽいのなかったんだよな。なあ、そういえばお前、ナビかどうか知らねえけど、携帯からそれっぽい声出てたろ。ほら、ほう、ちょっと携帯貸せよ。なんだ？は？変なアプリ。あった！これだ！やっぱこれナビだよ！やべえ！これ使おう！アプリ立ち上げるだけだろ！鴨志田、囚人学園。ナビを開始します。来た！そしたらどっちか。おい、え？なんだ？城だ。
またこれちまったな。せ、うっ、前もなってたよな。何なんだよその格好。俺だってわかんねえよ。どうなってやがんだ。わけわかんねえ。おい、騒いでんじゃ。お前、シャドウが急にざわつき出して、もしせっかく逃げ延びたのにまた正面から来るとはな。そうだよ、城じゃねえか。この城は学校なんだよ。ただしこの城の主にとってのな。城の主？鴨志田だったっけ。あいつが歪んだ心の目で見ている学校だ。歪んだ心？わかるように言え。バカにはわからんか。ああ今のは。捕まってる奴隷だろ。マジ？マジ？昨日大方上司の鴨志田の命令だろ。珍しいことじゃない。ここじゃ毎日こうだ。まして昨日。あんな野郎！龍神？ざけんな！鴨志田！そんなだが。おい！モルガナだ！この声の連中のとこ連れて行けってか。ま、案内してやらんでもない。こいつも一緒に来るならな。決まりだ。マジ？悪い。よし、いいだろう。我が輩についてこい。いいか？は？ああ。よく聞け。よっしゃ。行くぞ。暴いてやる。何者だ。こちらの先生だ。痛いよ。
よし。なんだ。遅いや。遅いや。なんだ。おい。これは。いいか。ここだけ歪みが少ない。これで分かったろ。ここは主の心が映し出したもう一つの現実なのさ。鴨志田の現実さ。歪んだ欲望が我が輩はパレスって呼んでる。パレス。学校。思っただけで城になったってのかよ。ざけんな。よっぽどか。嫌いどころじゃねえ。全部あの野郎のせいだ。何があったか知らん。そこら中手下だらけだ。その格好気になってんだろ。ああ、俺も気になりまくるわ。そいつもこの世界のせいだ。またわけわかんねえ話。パレスでは学校がこんな城になるくらいだからな。防ぐには強い反逆の意志を持つしかない。今の姿はそ…なあ、めんどくせえ。つーか、服の前にお前の方が気になるわ。何なんだ。人間だ。いや、ね、これはその多分な。多分かよ。だがここへ忍び込んだのも、まあ捕まっちまった。それに我が輩だってかもし絶対を漫画行くなら急ぐぜ新人。何。一応持ってきたんだよ。おもちゃじゃ。でも見た目超リアルだし。あと一応傷薬も持ってきた。やっぱり。まあいい。なら。よし、行こうぜ。おいおい。
いいか？暴いてやる。何者だ？どんなにこの仕打ち？攻撃チャンスだ！行け！なあ、